いじめと言われても多岐にわたる気がしますが、この条例案でのいじめとはどんなことを指すんですか？高橋君、いい質問だね。いじめはですね、いじめた人間ではなくて、いじめられている方がどう思うか、ここがポイントです。痛いわ、悲しいわ、辛いわ、こう思ったが、それがいじめです。俺いじめたよ、いじめてんだ、いや、いじめてないよ、といじめたが関係。心身が辛い、そういうところがあれば、いじめと認定するのが法律のいじめの定義です。プラス、この条例案では、独自の定義を創設したんですよね。さすが小林政調会長、そこが最大のポイントです。今回私たちの条例では、いじめ類似行為、もう一回言いますよ、いじめ類似行為というのをいじめの範疇に入れています。つまり法律ではいじめは直接的なもののみを定義してますけれども、私たちが作った条例案では、子どもたちがいじめ行為を知ったときに心身の苦痛を感じる可能性が高いものもいじめとして定義をしました。その通りです。例えば高橋君が知らないけれど、周りの友達が「でけえ知ってさ、ろくなもんじゃないよね、嫌なやつだよね」とか言って LINE で打ったとします。しかし高橋君はそう言われていることを知らない。しかしこれを高橋君が知ったときは、心身の苦痛を受けちゃうわけですから、これもいじめの範囲としてしっかり指導監督していこうということで、これをもっていじめ類似行為というわけです。なるほど。でも条例案では法律とは別に独自にいじめの定義を拡充していて、子どもたちをよりいじめから守ろうとしているんですね。その通り。でもいじめは一体誰が防いだらいいんでしょうか？教職員ですか？この条例案ではいじめを防いだり未然に予防したりするための4つの人たちを挙げています。学校の設置者ですね。そうです。学校の設置者とは県、それから市、それから私立学校の場合は学校法人が設置をしているわけですが、いじめを防ぐためのさまざまな方策や手段、こういうのを考えてしっかりと設置した学校に指導していく、そういう責任があるということです。あとは教職員ですか？そうです。いじめの学校で起こるいじめの最前線で頑張るのは学校の先生たちですね。しっかりと教員が一丸となって組織的にいじめを防ぎ、そしてもし起こってしまったら再発を防止してしっかりと指導していく、そういう責務を負っているのが教職員ということになります。そして3つ目は保護者。そうですね。保護者の皆さんが実はいじめを受けたりあるいはしているときに、あれ、うちの子ちょっとおかしいかもって感じるのは保護者が一番気づきやすいんです。だからそうした気づきをしっかりと周りに伝えて、学校に伝えて、子どもたちをみんなで見守っていく、その第一歩はやはり保護者の責務ということになりますね。そして最後は子どもたち。そうですね。いじめをしたり受けたりするのも当事者は生徒、児童です。したがってしっかりといじめは人権侵害だ、いじめは許せない、いじめはやってはいけないということを子どもたちがしっかり学んで、周りのお友達やそして周囲の人たちと仲良く協調して暮らすためのさまざまなことを理解する必要というのが子どもたちにはある。これが子どもたちの責務です。なるほど。保護者や児童にも責務や役割を明確にしたところがポイントですね。高橋君、いいところで気づいたね。その通りです。それでは今回はここまでとします。次回は最近流行りの SNS を使ったいじめについて解説したいと思います。それではいじめ見逃しゼロ。